まこなこチャンネルです。さて前回小結び産地まで来たので早速出発しましょう。ここら辺はスライムベースとかもいるけど、まあ放っておいてもいいでしょう。これ上の敵これ何なんだろうな。ちょっとだけ戦ってみたいんだけど、オードランが今切り替わらずにねずっと進んでしまった。ガルーダか2とかその辺りに出てきた敵かな。確かなんか最近見かけないような、まあ最近といってもね私の基準はドラクエ10なので、ドラクエ10で出てなければね最近見かけない扱いになってしまう。おーっと来てる来てる来てる。まあ相手しなくていいでしょう。もう経験値稼ぐときはねその時を見計らって一気に終わらせて、それ以外はどんどんストーリー進めていくのが良いんじゃなかろうか。なんか切り立った崖の向こうに都市みたいなものが見えるけど、あれはなんだ、これ馬使えるやつかひょっとして。いや違うな、単なる道案内か。小村の里、荒野の祠、これ気になるので戦いましょうか。魔人ブーみたいな感じのドラゴンボールで言えばドラムゴート。ああなんか今まで見たことない敵なのでちょっと気になりますね。これ今までいないですよね。よし、恋に身を唱えた。ああ戦いのリズム、まあそれでも問題なく倒せはするか。18とか結構でかいな、受けるダメージが。それでも倒せてがっつりもらえればねいいんだけど、経験値とかまだレベル上がらん。ここで四角ボタンを押すと満タンコマンドが実行されるので勝手に HP が回復する。さて小村の里向かえばいいのかな、この調子だと。なんか書いてあるけど小村の里は温泉だということなので、おーいいね、鹿がいるね。奈良でぐらいしか見たことないけど、なんかあー押すと言葉を発さず少し体動かすだけだった。さて、ホーム裏の里、まあ、どう考えても日本風、音楽も3で聴いたかのようなね音楽になってますけど、結構新作が多い中過去作の音楽出てくるといいですね。さて、あいかにも怪しげな2人と会話することになったけど、まあ、宿屋泊まれってことか、違うか。あ虫風呂屋を開店した。怪しすぎるな、うん、お風呂はちゃんと入んないと不審者に思われちゃいますよと。さて汗を流しに行こうぜと先に言ってると。じゃあ自分はどこ行けばいいんだ。自分もお風呂好きなんでとっとと行きたいような気もするけど、ちょっと荒くれと会話しよう。穂村の里、火山と共に生きる里。虫風呂屋行ったので、まあ普通に追いかければいいのか。じゃあセーブとかした後に追いかけましょう。あーここ右側のマーク見るとなんか金庫のマークあるけど、何かお金か何か預けられるのかな、アイテムとかゴールドか。まあゴールドであればいらないな。アイテムとかも預けられるのかなと思ったけど、で温泉、これただじゃないのか。なんかね温泉入ると MP とか回復しそうなので、あえて利用せずでやっていきましょう。でここか。あーオープニングで出てきた
家にも仲間になってくれそうな。妹とはぐれたそうですけど、でもなんだろう、この人も旅立ってるのか、この町の村の、この町の村っておかしいね、この里の人ではないっぽいですね。あー、でこの三つ編みはオープニングでなんか似たような人が2人出てきたけど、その1人ってことになるのかな。最初エマ、まあヒロインのことかなと思ったけど、ちょっと違うっぽいですよね。でこの三つ編み見ると、オープニングの三つ編みの人はこのキャラとの関係がありそうな気がするけど、どうなんだろうか。どこ行きゃいい。んー、ここの温泉は違うのか。こちら側だ。ちょうどイベントがあったのでどこかと思ったけど、この階段登ってまっすぐ進んだ建物に蒸し風呂があるよということなので行きましょう。うわー、温泉行きたくなってきたな、こういうの見ちゃうと。どこ行きゃいいんだろうとよね思いますけど、一口に温泉と言ってもね、さすがに入らせてくれなかったか。何事もなく行こうかと思ったけど、あー、そっか、今回女主人公とか選べないですからね。右側は絶対に入れない。あー、そっか、蒸し風呂だから砂風呂とはまた違うのか。鹿児島のね、指宿とかいう場所で砂風呂をよくやってますけど、これ単なるサウナじゃんっていう。あまりサウナ好きじゃないんですよね、胸が焼けるというか、なんというか。全然見て回ってないけど、まあ変な女の子が探してたということで、酒場で聞き込みなんてして回せてるなと。さて、なんか幽霊っぽい。さっきの女の子じゃない？あ、違うのか。それは虫風呂にいたら前見えないだろう。やでやで、待ってたのに。お風呂に行くって出かけたままもうずっと帰ってこないの、どこ行っちゃったのと。誰だろう、さっきの人ではなさそうか、親か。いや、やっぱさっきの子じゃないかって話になってるね。うるこ、全然顔が変わってるようなね、違うような気がするけど、髪の毛の色からしてね、さっきの女の子とは異なってるんで、本当にあの子の妹なのかどうか。こっち側でいいのか。あ、いや、キラキラがあったぞ。炭でも拾えるか。清水、これはこっち側から出ればいいのか。いや違うな、こっち側から出て、でこっち側から入ろうとすると女湯に入る。まあでもこれ女湯に入ったところでね、服着てるんだから意味ないじゃんっていう。なんだ、なんかちょっと期待したところもあるけど、何の意味もなかった。なんか女性キャラとしか会話しない、そしてパクパクをしてくれる。あ、実際に何をやってくれたか語ってくれなかったな。パクパク言ってるだけで。もっと何かあってもいいんじゃない。ああ、女湯に突入してパクパクもしてもらって、
だが何の効果もなしという悲しい結果に。じゃあサッカー場でいいのかな。さ、外に出ますか。はい。あ、そうか、服装変わるってことか。なんでわざわざそんなこと聞くのかなと思ったけど、単に服装が変わっただけ。わあ、なんか面白そうなことやってんな。笑っとるぜこの子。ヤヤク様、誰だろう。ヤヤク様はなんか英雄っぽい人なんだろうか。これどこに行けばいい。酒場な、ヤヤクの社というのはあるけど、まだそこに行く段階ではないと思うんだよね。どこだろうかな。もう一度このお嬢さんに会話して。お嬢さんじゃなかった。紛らわしい髪の毛しやがって。火事と喧嘩は本村の花というが、あんなちっちゃな子に大人げない。女の子は里の入り口の方に歩いていった。あ、目の前にいるね。やり合ってるね、ここでも。この荒くれも大変だな。さて、この人が関係するのかどうか。この女の子全然関係してなさそうだな。いや違うのか、やっぱり。いや、これ妹じゃないだろ多分。全然妹関係ないだろ。そりゃそうだよね。じゃあこの子誰だよっていう話になるけど。ああ、お父さんがいなくなった。そうな。ああ、でもなんかあれだね、魔女でなんか本来であればもうちょっと年の女の子っていう、そんなイメージなのかな。でオープニングに出てきた女の子、三つ編みの女の子は、まあ、この人の、この子の本当の姿みたいな、そんな気がする。ベロニカ、バイオハザードみたいな感じの名前だけど。というわけで、まあ楽器2人を共にするそうです。ちゃんとついてくるかな。うん、ダブルで来てるね。ここで仲間で会話してみると、女の子が出てくるか。結局なんだかんだで酒場に行きたいそうなので行きましょう。確かここの上の扉のところでやり合ってたので。さて中に入って、またガキが入ってきた。まだ連れがいるのでね、今回は。ああ、いいね、畳。いちいちそんなことやんなくたっていいのにね。昆布茶なんか買ってけよっていう感じがするけど、担当職人に。あ、やっぱり似た子がいたんだ。せいにやってこう。お姉さんを探しに来たけど、いないと分かって里を出ていった。西の方にお姉さんがいる気がするから、西に向かってると。助け出そうってことは、なんか囚われてたのかな。虫風呂に入っていて魔物にさらわれたと。なんてこったい。強引に話が進んでいくぞ。まあいいや。でこっちのこの相手はどうすればいいんだ。あ、
当てがあるってことは多分そのアジトにいるってことか。聖地ダムだからやってきた最強の魔法使いベロニカ様よと。魔物のアジトは西の方の地下にある大きな迷宮。西の海岸あたりに迷宮の入り口があるそうなので行きましょう。ああ、なんか意味深にね、お前知ってるぞみたいな感じで。なんだろう、この子は逆に未来から来た感じなのかな。それで年齢が少し低くなってるとか、なんかそういう感じの話があってもね、おかしくなさそうな気がする。アイテムとかは買わなくていいかな。このまま行ってしまいましょう。ああ、案外出口までが遠かった。もうすぐ外に逃げるかなと思ったけど。さてこれは馬ポイントがないんだよね。で、迷宮の方に行かなきゃいけないので、ちょっと戦ってみようかな、これは。いやー、パーティーの人数増えるといいですね。作戦、あれ、あ、選べない。あ、なんだ、そっか、まだキャラクター育てたりはできないのか、残念。これ経験値とかどうなんのかな。やっぱりちゃんと仲間になった後にね、育てた方がいいような気がする。そして魔法使いなのにずっと殴ってるだけってどういうこと。おっと、仲間を呼んでくれてる。冴えないな、ベロニカちゃんは。魔法を使ってくれ、魔法。なんで撲殺なんだ。そうこうしていたらホイミ2回使うほどの大接戦やってた。どれぐらい、うん、99、結構もらえてるね。で、カミューがレベルアップで魔法を覚えた。あー、ジバリアか。大地系の魔法だと思うけど。連携技で火炎陣を覚えた。スキルどんなもんかな。これ、いくつ今溜まってるかが書いてくれてないから、これね、これ、確認するべきかどうか迷いますよね。探検スキルの方を上げましょう。これ何もしなくても攻撃力上がるとかが案外良いんじゃなかろうか。あ、これハテナのところ引っかからないな。周りの4つのスキルを習得しないと解放できない秘密のパネルであると。こんな感じなので、2頭の心得までは行きたいね。さてさらに進んでいきましょう。これ全部戦っていこっかな。もうちょっと行ったら宿屋と馬のところが、馬を呼び出せるポイントまでたどり着くので、それまではといったところ。そこで経験値稼ぎやりたい気もするけど、どうなんだろうな。やっぱり4人揃ってからね、そういったことやった方がいいんじゃないかって思ってしまうんですよね。あ、これは鬼面童子か何かか。今馬乗れるポイントあったけど、これや、あ、ドルイドか。これこの後に一旦休憩してしまうとどういう扱いになるかがわからないんでね。まあ、馬乗ってちょっとそばまで進んだ後に、こちら側の休憩所。3人揃ってますね。この右側のおじさん何なんだろうな。買い物するっていうコマンド特になさそうだもんな。あ、なんだ、
こう、あ、いや、できるな、移動できるか。うん、買い物できるじゃん。次は聖堂の盾あたりを欲しい。そういえば錬金、あ、錬金これだ。ちょいとやってみますか。うん、いきなりレベル上がったぞ。集中力が2ポイント上がった。なんかあるかな。いや、なんもないか。防具を作りましょう。羽防止を作れるので行きましょう。さあ、でこれはどういう形でやるのか。うわー、もうめんどくさいめんどくさいぞ。でも羽防止のこれ鍛冶扱いなんだ。あー、そこで会心出てもな。あー、ダメだ、どこも揃わないけど、まあいいや、まあいいやというか、もうこれ以上何もやりようがないのでね。まあ成功品、あ、でもプラス1か。もう1個ぐらいなんか作れそうな気がする。これは服の方、あー、これはコットン層がないので作れないで、打ち直しやってみよう。さっき手に入れた羽帽子、これを打ち直すとどうなるか。必要な宝珠があって4つ必要になる。で、これ打ち直すとどうなる。もう一回最初からやり直し。うわ、やり直しだな。なんだ、なんか少しぐらいいい状態になってやり直せんのかと思ったら、全然そんなことなかった。うーん、微妙だな。うん、はみ出るなよ、はみ出るなよ。何のいいこともなかった。逆に悪化したんじゃないか。プラス1からなんか普通になってしまいそう。あ、プラス2には上がってんのか。もう一回やればプラス3になりそうだけど、まあいいや。アイテムが必要なようだし。んで、これとんがり帽を押しに付け替えて、カミューにとんがり帽子をつける。羽帽子ととんがり帽子。んで、キャンプメニュー。じゃあ休んで次の日まで行きましょう。あ、これ馬乗ってるね。よかったよかった。馬から降りるんであればまた取りに戻らないといけないかなとか、そんなこと考えたけど。で、このルートで合っている。あー、でもね、ああいう錬金やってしまうと、錬金じゃないか、火事かやってしまうと、アイテムもちゃんと取らないととか思ってしまいますよね。鉄鉱石、鉄鉱石、あともう一個は銅の鉱石。あー、だだだ、敵がこちら側で目的地に来ました。さあ、で、緑色のドラキーもいるけど名前を思い出せない。ここら辺はアイテムは取るか。丁寧に取っていこう。鉄鉱石、レシピをね、探すのが面倒そうなんですよね。これ泥人形は相手したくないな。ちょっと待ってくれよ、 MP 吸い取られそうで怖い。危ない危ない。こちら側、ここで開いて、それはないよ。やり直しか。やっと、おっと、危ない。ここでもアイテム落ちてる。なんという優しい展開。アイテムで釣っておきながらね、こうやってアイテムもらえるとは。どこ行けばいい。あー、下側行けばすぐ上登れそうだけど、
だが上はなんか扉があるっぽいので行けないのか。アイテムはない。じゃあここ登って。さあ味方が今もうスッとねお化けのごとく消えてた。さすがにね一緒に登ってくれるなんてことはなかった。ここはそっか、さっき崩れたのは右側なので東側から、あ東側じゃない西側から進む。待ってくれよ、それないよこれは手間だな。少しぶつかっちゃうし、まあいいや任せるか。ちょっとねギラ使って一気に倒したかったけど、まあみんな仲悪く全然違う敵を、そして呪文封じられたぞ。どの道ギラは使えなかった。ラリーホー、ラリーホーは一人だけか最初。あーっとアイテムたくさん持ってそうだな。なら魔法ガンガン使ってもなんとかなるんじゃないかこれ。今回は HP じゃないわ、 MB 回復してくれるでアイテムとか使ってくれそうな気がする。あーなかなか手強い。またラリフをやってくる。おっとお見事。ちゃんと目覚めさせてくれる。さてまたか。さすがに、あ MP が足らなかった。まあこれも倒し終えて、ちょっと落とし穴は厄介だな。と言ってもな、事前に分かるわけでもないからな、こればかりは。多分真上まで行かないとね。同じところ戻ってきて、今度は左側から行かず、この中央のルートから。ここでも落とされたら、たまったもんじゃないけど。で、ここに何かね、手をかざすと何かが見える。この装置、第1のネガ。第10か。第10のネガあった。何が見える？あーなんかもう悲しい音楽になってるから嫌なこと起こるんだろうな。あールートを教えてくれる感じなのか、ご丁寧にも。あーそれがどっちだったかよくわからん。あー落ちたー。でもこれ落ちた方が扉の奥に向かえてるのでいいんじゃない？あ、これ乗れそうな敵だな。金の鉱石。よし。んじゃあ乗り物を得るために戦いましょう。頼むから魔法使ってくれ魔法。なぜ殴りかかる。そうしてまたラリーホーだけどミス。おっと転ばされた。さすがに起こす何かはないだろうかな。いて、まだ立ち上がれん。スカルライダー、これ骨の部分に乗っかるのかな。うん、自分は立ち上がって、これ乗ってどうなるんだろうな。下に落ちなくなるとかそんなのがありそうな気がするけど。さて自らのスキルもそろそろ考えましょう。これ火炎斬りとかよりかは陣形もどうかな。もう素直に、あら足らない。素直に攻撃力アップとかそういうのが欲しいんですよね。乗ってくのはいいが、アイテムとかはないか。あ、ここ
キラキラがある。で、この今びっくりマークあるところはこの乗った状態だと多分登れるのでしょう。だからその前にこちら側何かないか。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ここ開かない？あ、鍵開けた。こうなると、いや、ここ危ない危ない。あ、これひょっとして、あー、よかったよかった。戻れなかったらどうしようかと思った。そしてぶつかったらどうしようかと思ったけど、どこだ、こっち側だっけ。いや違うな、こっち側か。ここを多分登っていけるんでしょう。カタカタカタって感じで。ああ、そう、自分で動かさないとダメか。こうなるとどこに着く。ああ、なんか奥の方は教会もあるっぽいね。さて、まっすぐ行くかな。まっすぐ行っちゃダメだった。あー、厄介だな。これは総当たりになるのかな、ひょっとしたら。となると登って降りて登って降りてでものすごく苦労しそう。ちょっとちゃんとしたルートが分かるまではね。じゃあ素直にまっすぐ行こうか。でも宝箱あるんで、やっぱそうなるか。どうしろと言うんだこれは。あ、これそっか、下のこのマップ見て落とし穴がないところはこのデコボコが多分ないところが落とし穴ないところだと思うんで、となるとどこだ。あー、ここでもうマップ見れないか。右上側であれば大丈夫かな。ここ。こちら側であれば大丈夫なはず。さて、アイテムは特になし。あ、でもこれはどっちだかわからんけど。一度こちら側行って、アイテムないかだけ。さて、小さなメダル。あんまりね、小さなメダル集めるの嫌なんですよね。もういろんなところ漁っていかなきゃいけなくなるんで。なので小さなメダルは私でなかったものとして考えてプレイしていきます。多分最終的にはね、攻略本とか攻略サイトとか見ないとね、全部把握できないだろうから、あんまり見たくないんですよね、そういうの。なのでもう自分でやりたいようにやって、もうエンディング見たらそれで終わりっていう感じで、そんなプレイスタイルでやってきます。さて、宝箱だけでもね、ちゃんと取ってから。よっしゃ。あー、これはその場で戦闘ってわけでもないのかな、ひょっとしたら。一瞬その場で戦ってるように見えたけど。シルバートレイを手に入れた。どっちが強い？鱗の盾よりシルバートレイの方が強い。よし、行こう。んで、ここ入ると教会があるっぽいので、あ、体力とかでも回復できそうだな。やっぱりオープニングに出てきた女性っぽいね。像の前だから敵が来なかったって感じかね。あー、なんか気づかないのかな、妹だって。あ、姉か。やっぱりそっか。性格の悪さが現れてるみたいな感じですぐバレてしまったような。
双子か。ああ。だから魔力吸い取られたから魔法攻撃できなかったのか。なるほど。あ、仲間もう一人増えたぞ。しかも回復魔法を使える。でも右側にはね、右下には表示されないんですよね。これはじゃあセーブしてからデブはあとわずかだと思うので、ここ見終われば多分何かまた展開があるんじゃなかろうか。あ、ちゃんと待っててくれてますね、このスカルライダーだったかな。さてこれどうやって中に入るんだ。合言葉、闇心あれば影心。まあ何回も見られると思うんでね、忘れたら忘れたでまたやり直せばいいかな。闇心あれば影心、覚えておきましょう。早く早くしてくれ、もうすぐ忘れそう。合言葉、はい。ああなんだ、別に覚えてなくてもよかったんだ。なんか選択させられるかと思ったけど。というわけで、ああプスゴンみたいなでかいキャラが、ベロニカという女はただものじゃない。何年に一度現れるかわからないやつだったの。でも結構強そうだね。おお、あれを取ればいいのか。なんかね、壊してしまえばね、すぐなんか魔力解放されそうな気がする。声出しちゃダメだろ。さて、デンダという名前の層だが、まあ戦っていきましょう。あのでかい方と戦うのかな。戦うのか、周りだけかと思ったら。じゃあ味方2人は自分で操作しましょう。作戦替え、命令させろ。そうでないでね、攻撃する相手をバラバラになってしまうんで。あーこれ結構ダメージでっかいな。普通の攻撃で A から倒しましょう。大丈夫か、魔法使えるそうなんだけど、回復魔法間に合うかな。自分の方もちょっとね心配。33で耐えきれるかどうか。うわーちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。連携で敵全体に攻撃を仕掛ける。これで1体2体倒してくれれば。あれ、炎攻撃じゃないの？なんだ？あ、今火エンジンは今発動か。おっと、ちょっと待ってくれ、危ないぞ。これは少しこの状態で維持して、その後に、あ、でも今主人公は連携できなかったもんね。うわー、早く一体だけでも倒してくれ。この火炎陣もね、全体に対して使
われてしまうんで、なかなか思うように敵が倒れてくんない。いや、一人倒れたぞ、ようやく。もう一人でも倒れればもうあとは楽でしょう。じゃあギラで、確か火のね耐久力も下がってたそうなので、あ、それでもうようやく勝てるパターンになった。じゃあもう作戦で全部お任せでいきましょう。いやー、よかったよかった。でも硬いぞ。ギラで16。ああ、火炎陣が消えた。炎耐性が下がったと。元に戻ったと。ああ、スカラとかも使えんのか。おっと、見事。会心の一撃。けど、倒せなかった。ありがたいね。うおー、今すごいな、耳元に音が、氷の弾ける音が。うわー、強い。そろそろ倒せてもいいんじゃない。なんだかんだで結構強いな、敵一体になっても。おっと、魔法の小瓶使った。あー、でもまあほぼほぼ満タンまで回復したので、これはお任せでやってると敵のね耐久値の色がわからないんで、どれぐらい減らしたかがわからん。670、カミューがレベル上がった。さて、これでついにベロニカも魔法使えるようになるのか。魔王様ってこれ勇者のことなんだよね。で、消えてなくなって、そしてこの子はどうなるか。いつでもね好きな体型にね戻せればいいんですけど。自分の魔力なのになんで驚いてるんだと。まあこれ逆にこれで大人になったらね、洋服が弾け切れてそうで、それはそれで面白そうだけど、まあ、そんなことはない、残念ながら。戻ってる戻ってる。けどなんで姿変わらないんだ。おお、若返ってよかったんじゃない。ああ、なんだこれ、二人とも何かしら曰くがありそうな。そして回復と魔法使い両方とも一気に仲間になれるということか。聖地ラムダの一族。おお、魔物ではないという感じで言われたので。まだやることあるのか。もう一人助けてあげたい人がいると。ここからしか入れない部屋がある。そして仲間、あれなってないじゃん。あれ、これ
装備とか、あれ仲間になってる気配ないぞ。自分で操作できることを期待したんだけれども、どこだ部屋は。まあ普通に奥に行けばいいのかな、これは。まあせっかくなんでここら辺覗いて、この樽は壊せないか。ああ何もなさそうだね。んじゃあ奥行きましょう。あれか、あの子供の親か。風呂場に入ってきた。うん、よかったよかった。まあそんなこと言われてもね、捕まっちゃダメでしょって言われても。ルパス、なんだろう、将来何かやってくれるのか。まあ盗賊か何かなんでしょう。ここに盗みに来て逆に捕まったみたいな、そんな感じだと思う。ああ子供はでもそのことを知らないっぽいね。で一気にホムラの里まで戻って、さて次どうなるんだ。そして仲間になってくんないのか、二人は。ちゃんとダメだな、まだ仲間になってないな。ここは2階か、宿屋の。んで下にお嬢さん方がおるということで、勇者であるあんたと姉妹の使命がうんぬんかんぬん。邪悪の神が現れた時、光の紋章は授かりし、大事の申し子が降臨するという、まあ勇者のことなんでしょう。でもなんでね、以前の城では悪魔扱いされたのか、どういう言い伝えなのか。勇者とゆかりの深い命の大事を導く使者として大抜擢された。空に浮かんでるやつか。やはり昔にも勇者が別途いたってことですよね、これ。まあラーミアに乗っていくとかね、空飛ぶ絨毯で行くとか、まあそんな感じなのかな。ああ有名な情報屋なのか、盗賊か何かと思った。いずれにしても行きましょう。どこにいるのやら、またこの紛らしい髪型の人に。酒場に入っていったと。なんか子供に酒場をね案内する人が多いなっていうこの世界観。あでもこうやって情報を仕入れてるのかもしれない。わざとここにいるだけでね、いろんな話が聞こえてくるんで、それを聞いて情報を集めているのかと。すごいな、厄介事で商売してるという。男湯と女湯ののれんが入れ替わってて、間違えてそのまま女湯に入ってしまったと。自分で入れ替えたんじゃないのかという気もするけどね。ああ清さらいの魔物と必死に戦う姉ちゃんと。ああ一緒に捕まったのか、だからこの人助けてあげようっていう話になったのか。
でもなんで今助けてくれようとした人に対して嫌な顔したんだろう。南西の砂漠の真ん中で砂漠の大国の兵士が後ろに運んでくれた七色に輝く枝を見つけたので、それが命の大樹の枝。なるほど、勇者を導いてくれるのかもしれないよということで、というわけで南西へ目指します。サマディ王国。よし、これでようやく二人仲間に。なんだろうねこのポーズ、何か忠誠誓うようなポーズなんだろうか。わざわざ片方はしゃがんでね、頭の高さ合わせてくれてる。おむすび通行手形、関所で通れるようになるそうです。いやー、ようやく仲間がまた増えて、もうね4人になればね、いろいろと戦っていってもいいんじゃないかって気がする。魔法メラ、ギラ、ヒャド、マジックバリ、アルカニ、ボエミ、これがベロニカ、セーニャの方はボエミ、キアリー、スカラ、マヌーサ。装備とかどうかな、何かしら強いのをくっつけられるんであればつけたいが、逆に弱いのしかない。セーニャの方も、他の人が装備してるものしか つけられそうにないかな。いやー、でもこれね、3のジパングの音楽にしては特にここで大きな揉め事は起きなかったですよね。この町全体としての揉め事は。さて、ベロニカが便利な呪文、ルーラかな。あー、ルーラ覚えた。キベラの翼買うんじゃなかった。なるほど、あーそっか、ルーラは好きなところ飛べるのか。なるほどなるほど、じゃあ今回はこんな感じで終えましょうか。ここでのねクエスト、ホムラの村でのクエストが、クエストというかイベントか、イベント終わっていよいよ4人パーティーになれました。この後どうなっていくのか、続きもし興味ございましたらチャンネル登録して次の配信連絡お待ちください。ご視聴ありがとうございました。